東京競馬場第1レースは府中牝馬ステークス。体勢整い、スタートしました。人気のルージュスキリア、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何が行くのでしょうか。外からピンクの帽子ルージュエヴァイン出てまいります。リビーナスーッと後位に飛びついていきます。8枠の1頭、こちらは染め分け棒のルージュスキリア、この位置です。うちの方オスパポニー、外よりクレファージュリフト、唯一の参戦が新ルピタ、外からファイウェイ、黒いレンコアスゴーリア、アンドバラナウト、ラチゾイの追走、一馬審査でイグ状の筆跡、外から追走、ライバック、内からエリファビータ、そして最高峰にリアスプライド、こういった体勢です。このレース個人的に注目している馬はスゴーリア。さあもう一度先頭から見てみましょう。現在先頭はルージュエヴァイン。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。依然として先頭はルージュエヴァイン、リードは5馬身、少し離れて2番手にルージュスキリア、リビーナ早くも上がっていきます。さあここから直線、オスパポニー追走、フレファージュミット現在5番手、ファイレン当たりも来ている、外からスゴーリア、アンドバラナウト追走、エリカビータ当たりも来ている、外からはライバン、外からイグジョンの筆跡、リアスプライド当たりも来ている。さあ残り200、ルージュエヴァイン、わずかにリード。続いてその外にルージュスティリア、ルージュスティリア、リビーナ、ここで並んだ、ルージュスティリア、リビーナ、2頭並んだ、ルージュスティリア、やや体勢有利か。初タイムは1分45秒5、際どい勝負になりました。